イリーナ・ミキテンコは、カザフスタン生まれのドイツの陸上競技選手。長距離を専門とする。2008年ベルリンマラソン優勝、ロンドンマラソン優勝、2009年ロンドンマラソン優勝。2006年の5月6日に、ドイツの中便源で開かれた1万メートル選手権で、ミキテンコは14歳で長距離走を始めた。カザフスタン代表として1996年の、 アトランタオリンピック5000メートルに出場したが予選敗退。親族がドイツに行ったため、1996年に夫とドイツに移住した。1998年1万メートルのドイツ記録更新。1999年のセビリア世界陸上では5000メートルで14分50秒17を記録し、カトリン・ベッセルの持つ14分54秒32を更新した。 同年9月7日には、ベルリンで14分42秒03を記録し、自身の持つドイツ記録を更新した。これは、現在もドイツ記録である。2011年のベルリンマラソンで、ミキテンコは、大気万成型が多い欧州の女子マラソンランナーの中でも極めて遅咲きの選手である。2007年に35歳で、マラソンに転校すると、翌2008年には、 ロンドンマラソンでマラソン初優勝し、ベルリンマラソンでは、ポーララドクリフ、キャサリン・ヌデレバ、野口ズキ、に次ぐ、世界歴代4位の2時間19分19秒の高記録で圧勝し、30代後半のランナーにしては、異例のサブ20ランナーとなり、ワールドマラソンメジャーズも2年連続で制覇するなど、現役世界最強女子、マラソンランナーと目される時期もあった。 その後も安定して2時間22から26分台のタイムでマラソンを走り続け、40代となった今でも世界のトップランナーの一人として元気に現役を続けているが、マラソンで一番勢いがあった時期の北京オリンピック、ベルリン世界陸上では欠場したり、40代に差し掛かる寸前に行われたロンドンオリンピックでは14位に終わるなど、マラソンでの実力の割には不思議と、 世界大会には縁のない選手である。ありがとうございます。